爬虫類のムカシトカゲは頭の上に第三の目があります。この目には網膜と神経接合部とレンズがありますが、鱗で覆われているので物を見ることはできないのです。科学者たちは未だにその不思議な目の機能を研究しています。アメリカの50州の名前には一度も使われていない文字が一つだけあります。アリゾナには Z があり、ニューメキシコとテキサスには X がありますよね。でも地図をよく見てください。 Q は一つも使われていないんですよ。人類の歴史上合計で1080億人が地球で生活したことがあると推定されています。ジーンズの小さなポケットは何のためのものなのか疑問に思ったことはありませんか？これは時計用のポケットで、本来懐中時計を保管するために作られたものなんです。1879年、リーワイスのジーンズで初めて登場しました。毎年150万トン以上のジャガイモがマクドナルドのフライドポテトに使われています。これは2020年にアメリカで栽培されたジャガイモの約 15% に相当する量です。猫は人間とは違い、前足と後ろ足の指の数が違います。通常前足の指は5本ですが、後ろ足は4本しかありません。猫を飼っていたら見てみてください。地球上の全人口はロサンゼルスに収まってしまうかもしれません。世界の人口が75億人であることを考えると無理かと思われますが、全員が肩を並べて立てば1300平方キロメートルに収まる可能性があるんです。トリュフを見つけるのが得意な動物は豚だけではありません。犬も嗅覚が優れているので、現在ではトリュフ犬がより一般的に使われています。現在のアメリカ国旗は高校生がデザインしたものなんです。1958年にボブ・ヘフトという名の生徒が歴史の授業のために旗をデザインしましたが、彼の成績はなんと B- だったんです。その後1500以上の候補の中から彼のデザインが選ばれ、新しい国旗として採用されました。言うまでもなく、その後彼の成績は A に変更されました。国内の動物園にいるパンダは自国に属しているように思いますが、中国以外の場所にいるパンダは全て休暇中なんです。厳密に言うと全てのパンダは中から貸し出されていて、中国に所有権があるんです。 The quick brown fox jumps over the lazy dog という文章には英語のアルファベットの A から Z の全ての文字が使われています。1974年、 NASA の宇宙服は当時で合計1500万ドルから2200万ドルかかりました。でも時が経っても NASA は使い古されたスーツを作り直さなかったので、宇宙服が4セットしかないという事態に陥ったのです。でもご心配なく、 NASA は2009年以降宇宙服のグレードアップに2億ドル約220億円を投資して取り組んでいます。お湯は冷水よりも早く凍ることがあります。下部のぬるめのお湯の方が上部のお湯よりも密度が高く、温度が不均一なため早く冷却されるからです。アリは12時間のうち8分しか寝ていない可能性があります。ということはアリはパワーアップの究極の達人だということになりますよね。ラクダには3対のまぶたと2列のまつげがあります。これによって砂漠で吹き荒れる砂から目を守っているんです。キスを表すために X の文字が最初に使われたのは1763年のことです。イギリスの博物学者であるギルバート・ホワイトの書いた手紙の中で最初に使われました。実際のところウィリアム・シェイクスピアという綴りが正しいかどうかは未だに分かっていないのです。まあ本人も確かではなかったようです。彼は様々な綴りで署名していますが、現在知られているウィリアム・シェイクスピアとして署名をしたことはないということが判明したのです。スイムスという単語は逆さまにしても同じように見えますよね。古いテレビ画面に見られる砂嵐にはビッグバンの残留放射線がごく少量含まれているんです。あまりお勧めはできませんが、カンガルーの尻尾を持ち上げると飛び跳ねることができなくなってしまうんです。カンガルーは尻尾を第三の足として使い、バランスを保ちながら前方に進んでいるので倒れてしまうことでしょう。ロンドンに行って有名なロンドン橋を見るつもりだったら、現在でもオリジナルの橋がアリゾナにあるので、そっちを見に行った方がいいかもしれません。ロンドン橋は1960年代に壊れてしまったので、ロンドン市はそれをアメリカの石油王のロバート P. マッカローに売却することに決定しました。橋は分解され、各部品にラベルが付けられ、アメリカに出荷され再び組み立てられました。現在でもレイクハバスシティで見ることができます。映画の予告編はもともと映画の後に表示されていたので、英語ではトレイラーと呼ばれています。ワニは人をからかいたくてもベーッと舌を突き出すことができません。なんとクロコダイルの口には舌が動かないようにするための膜があるんです。英語は世界で最も広く話されている言語ですが、第二言語として英語を話している人の数は母国語として話している人の数の約4倍だって知っていましたか？
イギリスといえば王冠の宝石には史上最大の大きさにカットされたダイヤモンドが2つ散りばめられています。カリナンダイヤモンドは史上最大のダイヤモンドで十字架の王冠の一部として使われています。2つ目の宝石はカリナン2世と呼ばれていて大英帝国の王冠に取り付けられています。皆さんが飲んでいるコップ一杯の水の中には恐竜が飲んでいた水分子が含まれているかもしれません。恐竜は1億8600万年前に存在していたと考えられているので人類の20万年前と比べてもはるかに長い間多くの水を飲んでいたことになります。この動画を見ている最中にも木星と土星には巨大なダイヤモンドが降り注いでいるかもしれません。この2つの惑星の雷雨はメタンを炭素に変化させます。そして落下しながら徐々に降下しダイヤモンドに変化していくのです。イースター島のモアイの地下には体部分が隠されています。1900年代考古学者が2つの彫像を掘り起こし約9メートルに及ぶ胴体を発見しました。でも胴体の長さが9メートルで顔の長さが9メートルだったわけではありません。勉強している時に集中できないようだったらガムを噛んでみましょう。ある研究によるとガムを噛みながら記憶力のテストを受けた参加者の方が噛んでいなかった参加者よりも集中力が長く続いたという結果があります。常識的に考えると樹木は動物が呼吸するための酸素を生成するためにほとんどの動物よりも前に存在していたと考えられますよね。でもそのことをサメに言ったら海の生物は樹木よりもかなり前から存在していたので笑われてしまいますよ。サメの歴史は約4億年前まで遡り樹木が現れたのはそれから約5000万年後のこと。でもサメが笑っているのを見てみたいものですよね。水の蛇口を開けた時の水の音はお湯の時と水の時で温度によって違います。よく聞いてみてください。水の密度は温度によって変化するので注ぐ時の音の高さが変わるんです。警察は捜査中に新しい容疑者を発見するかもしれません。その容疑者とはコアラのことです。ゴリラやチンパンジーにも人間に似た指紋がありますがコアラにも指紋があるんです。コミックサンズと呼ばれるフォントに関しては世界中で意見が分かれています。カジュアルすぎてダサいという評判が主流です。でもデザイナーのヴィンセント・コナーレはウォッチメンなどの大好きな漫画からデザインの影響を受けたので納得ですね。トランシルバニアと聞くと最初に頭に浮かぶのは吸血鬼ですよね。でもドラキュラの作者であるブラム・ストーカーはルーマニアの山岳地帯にある吸血鬼の伝説で有名なトランシルバニアを訪れたことがないんです。大学アメリカンフットボールの一番最初の試合は1869年にラトガース大学とプリンストン大学の間で行われラトガース大学が6対4で勝ちました。動物界のボディーガードを探しているならこれ以上探す必要はありません。シルバーバックゴリラは自分の体重の最大約10倍まで持ち上げることができます。これは約1トンに相当する重さなんです。このゴリラは地球有数の力持ちな哺乳類なんです。都市がどのように命名されているのか疑問に思ったことはありませんか。ポートランドの場合はコイントスで決められました。もしその時のコインが裏だったらオレゴン州ボストンと呼ばれることになっていたんです。アイスランドは毎年5000ずつ大きくなっています。これは北アメリカプレートとユーラシアプレートによって引っ張られているためです。それによりプレートの距離が離れるにつれてアイスランドは大きくなっているのです。私たちは平均して赤信号が青に変わるのを待つために一生でなんと6ヶ月の時間を費やしているんです。これには黄色は含まれていません。下顎の先端があるのは人間だけなんです。チンパンジーなどの他の動物は2本の足で歩いたり顎があるなど人間と似ている部分もありますが実際のところ下顎の真ん中に人間のような小さな骨がある動物はいません。ですので落ち込んでいる時には顎を上げて胸を張りましょう。